おはようございます。今計量当日の朝でございます。これから体重を測っていきたいと思います。お水を少し起きたばっかなんでね、 1.7 なんで200か300ぐらい飲んでからお風呂に浸かりたいと思います。お風呂にやってきました。ちょっと暖房かけてるんで、ちょっとうるさいかもしれなくて、聞き取りづらいですけど、あと、水飲んで2キロですね。実質、水抜き、今回4キロですね。昨日の夜、お風呂で2キロ落としてきてて、まあ、飲みながらですけど、2キロ落として、まあ、今日の朝 1.7 キロだったんで、で、今日2キロ落とすイメージだったんで、まあ、イメージ通りには進めてるなと思います。頑張って、あと2キロ。落とせるかなと思います。前回の体重が62キロ契約だったんですけど、今の段階で前回だったらクリアなんですけど、一回こういう楽な思いをしちゃうと体が覚えてるっていうか、気持ち的に62キロぐらいでああって なっちゃってる自分がいる。それがちょっと昨日きつくて、今日の朝よりも昨日の夜の方がちょっときつかったですね。まあ、1時間ぐらい1時間、2時間かな、2時間ぐらいも半身浴でしっかり落としていきたいなと思います。しっかり汗も細かく出てきました。水素、まあ、健康の窓口さんでサポートしていただいている機械です。水素すると体にいいんだよね。水素を吸いながら水抜きをちょっとしようかなと思います。でも効果的にもね、水抜きの気をつける点っていうのは、水抜きし始めて水を一切やめる人がいるんですよ。それって本当に良くなくて、逆にそれきついし体を落ちづらくさせてる。水抜きって言っても飲んで、その飲んだ倍以上落としていくっていうイメージです。だから 100g 飲んで、まあ、簡単に言うと500落とすよ。100g 飲んで500落とす、そしたら800じゃないですか。そういう感じのイメージ。で、水抜きを落としていくと、体がまだお水が入ってるから抜けるわっていうふうになって、水分が抜きやすくなるっていう、これ水抜きのコツの一つですね。この水素って細かなお水を吸ってるわけじゃないですか。すごい効率的に良くて、めちゃくちゃいいなと思う、水抜き中にいいなと思う機会ですね。水抜きを続けていきたいと思います。そろそろ1回目の計量を測っていきたいと思います。うちに60キロ、ちょうどだよね。俺もビビったわ。乗った瞬間60ジャスト60キロになったということで、まあ、計量が1時なんで、それまで休憩して待ちたいと思います。とりあえずよかった。おいっす、おいっす。笑顔にしないとさ、こういう時こそ。いや、ありがたいですね。明るく、はい、笑顔、笑顔でいたいよ。さっきお風呂のね、水抜きの映像 見ましたけど、何やろ鼻のやつは。あれは水素機って言って、水素を作る機械。初めて見たよ。あ、嘘。でもよくあるよ、今流行ってるわね。あ、そうなんだ。その健康オタクの中では多分あれは知ってる人はみんないる。あ、そうなんだ。そうそう、あいにくの雨ですけど、今から、はい、まあ、計量ということで。そうっすね、ついにやることやってきました。やることやってきましたよ。もう早くクリアしたいですね。でもなんか前よりかも声も出てるかな。あ、本当。うん、多分上手くなったね。そういうことやね。そう、だからその62を1回経験した人間ってやっぱね、楽な選択したらなんかそこに甘えちゃうというか、うん、なんかね、62の時にああまだあと2キロあるんだと、なんかメンタル的にこれきつかったけど、でも案外はスッと落ちた。あ、そうなんだ。しかもなんかビビったのが、ちょうど俺はまあ一回測るの、終わってお湯から出るじゃん、うん、お湯から出る瞬間でめちゃくちゃきつくて、立ちくらみとか。そうだね。そうで体重測るんだけど、精神的にはもうそこで一発クリアしたわけ、はいはいはい、だけど、まあクリアないだろうなと思って 1.7 キロあったから、そしたら測ったらまさかの60キロジャストだった。おお、すごくない？
すごいね。普通何点何とか出るのに乗った瞬間60点ジャストだったから、これはすげえやと思って。ちょっと飲んだ水とかは。あそこからちょっと、まあ、100g ぐらい飲んで、うん、まあ、計量まであと1時間2時間ぐらい2時間ぐらいかな。2時間ないっすね、約1時間予備計量が12時半なんで。あ、そっか。 そこにちょっと予備計量しっかりしてって感じなんで、まあ1時間半ぐらい。1時間半ぐらいね。やっと食べ食いできますよ。飲み食いか食べ食いと一緒やん。まあ早くあの食いたいっすね。早く食べて食べて飲んで飲んで、また酸素カプセル行って、はい、あ今回ねちょっと違うですよ。お、ニューバージョン。ニューバージョン。いつもニンニク注射しての、はい、この酸素カプセルっていうのがルーティンだった気がする。今回ちょっとニューバージョンを試すんですけど。おお。新しいお見せしたいと思います。機械。はい。へえ。注射、注射は、まあ、注射は打つんですけど、そこからまた新しい機械を見せたいと思います。え、あの行く場所はいつもの。今回はね、2つあって。あ、そうなんだ。はい、あの南雲クリニックと健康の窓口って言って。何やそれ。まあ、そこを楽しみにしてもらえたら。まあ、今日はこうイムさんもいますけど。ウィス、すごい健康の窓口気になるね、ちょっとね。あとこれリカバリーサンプルです。え、これあのね、バレーボール選手のさ、栗原めぐみさんって分かる？分かるよ、めぐみ。俺らセールが開発したリカバリーサンプルなんですけど。どういうリカバリーなんですか？なんか履くとね、体がね回復するらしい。回復するっていうか、まあ、リカバリーだから、スポーツのアスリートに向けたサンダルらしくて、健康オタクの僕にはありがたいです。すごいね。じゃあ計量会場に向かっていきますか。はい。え、準備早くない？いや、もう、え、もう早く食べたくて。いつの間に？もうすぐ。やっぱこう並べるとね、幸せ。あと30分ぐらい、あ、時間ないぐらいか。おお、早く食べたい。 0S1 っていうのはみんなよく飲んでるよね。そう、これ OS1 って言って。 OS1、 はい、これあの脱水症状の時とかに飲むやつ。ああ、そう、だから塩分多いめで、脱水症状のためのやつ。なるほどね。自ら脱水になってるから。そっか。茶碗もあるけどさ、何とするよね。家から持ってきたの。どこどこ。何回乗るねん。これで無事ジャストということで、よかった。計量まで持っていきますか。まさきさんが一番早い。何やそのピース、指が曲がってんねん。ほっとした、ほっとした。まあこれはまだ食べれないからね。そうですね、楽しみ楽しみに。じゃあワクワク、計量まで待っていきましょう。待っていきましょう。黒田選手53キロジャストで計量クリアです。大岩達也 VS 横山智也、まずは赤コーナー大岩選手お願いします。大岩選手60キロです。大岩選手60キロジャストでクリアです。それでは、通称で撮影となります。無事、計量、出しました。スーパーファイト、最高です。レザー級の、ありがとう。食べれる、まずは赤コーナー、マッチパ選手、お願いします。ああ、うまい。ありがとうございました。味噌汁。それは続いて第6試合出た。
性わかんない大久保選手です。52.2kg です。大久保選手、52.9kg。計量クリアです。次はおにぎり。固形物をね。猫まんまにして、ちょっと柔らかくして。柔らかくして。何て言った今、猫まんま。猫まんま。懐かしいの、猫まんま。これはうまいだろうな。うわ。うまい。で日頃さ、おじやなんて絶対食わないでしょ。食わねえな。食わないでしょ。じゃあもうちょっとゆっくりし食べてしてからクリニックの方に。そうですね。移動か。移動です。長野クリニックさんでね、あの注射終わったんで、次はまた別の場所行って健康の窓口。お、初めに行ってた場所じゃない？そうそう、まあ、今回ちょっと初めて行くんですけど、はい、健康の窓口さんで水素ボックス、あ、プラズマボックスっていう新しいボックスがあるんで、それにちょっとね入りたいと思います。じゃあ今からそこに向かってその謎のボックスに今から入ると、はい、そうなんです。わかりました、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。おい、ちょっとなんだここ。ようこそ宇宙戦艦へ。出た、これ二酸化炭素じゃない？どういうこと？あの鼻につけてるやつ。朝二酸化炭素、水素。あ、水素。二酸化炭素危ない。二酸化炭素何のあれ効果してないけど、二酸化炭素だったら死んじゃうじゃん、まあ、死んでるな。わかんないけど水素つけてんだよ。水素です。ここは、いや、すげえ。その健康の窓口。あ、ここが健康の窓口。はい、朝行ってたとこです。新しい場所。これ日本にはコニーだけしかない機械らしくて。そうなんだ。そう、これ入った時に本当睡眠の質がねめっちゃ良くなるんだよね。へえ。で俺いつも試合前睡眠との戦いだから、ああ。そう、いつも寝れないじゃん俺試合前ね。そう、でもこれ入ると睡眠質めっちゃ上がるから。変わった？あ、だから変わるんじゃないかなって。これ初めてだから。あ、そうなんだ。そうそう、今日試してみる。で普段この練習中とかでここに入ると次の日、今日のその日の睡眠質がめっちゃいいから。ちょっと来たいなと思って。これなんかさっき聞いたけどさ、手触るとバクバクする、ブルブルするんだよ。ちょっとこれなんか触ると、うわっ、マジで、あの携帯のバイブみたい。ブルッ、すごっ。なんか体内の水分が動いてるでしょ。そうです。すごいすごいよね。なんかすごい本当にバイブが。そう、ちょっとねしてるけど、うん、ちょっと弱いかもしれない。弱い。で、これ水素吸ってね。で、このプラズマの水、この水素、水素入りの水なんですけど、ちなみにさ、うん、ちょっと俺ばっかり映ってるけど撮ってあげる、それ水着の格好を見ちゃっかり俺もやってるっていうね。ちゃんと吸ってんじゃないですか。ちゃんと俺もなんか、あの、ぜひどうですかっていうことで、はい、あの、優しいお姉さんが入ってみてくださいって言って、はい、初めて経験してますけど一緒にね。これが初めてなんだよね、俺。どう、緊張する？なんかさ、よく病院で見るじゃん、この鼻に入れてさ。あーね、すげえ、マジで。なんか、はい、このボックスに男2人で入るっていう。そうっすね。そういうもんなの？まあ、俺は1人、ほんと1人用だけどね。あ、そうなの？でもまあ、2人も入れるし、まあ、何に入ってもいいみたいな感じだけど、うん、本当は1人用だと思うけど。これ1時間、2万円とかで。まあ、この料金設定はそうですね。そうだよね、はい、まあ、この後、あの、うなぎ待ってますから。そうだね、うなぎが楽しみだね、マジで。まあリラックスしましょう。じゃあぜひ、あの、六本木とかね、はい、六本木しかないもんね。六本木の、そうです、健康の窓口さん来た時はさ、まあ寄ってもらって、寄ってもらった方がいい。集まってもらえたらね。いや、マジすごい、はい、ずっと乳首見えてましたね、僕。あ、見えてた。言ってよ、恥ずかしい。意識してねえからさ、俺そこまあ、とりあえずちょっとここでリラックスしてはい行きましょう。はい、次はやってみました。ついに、ついに念願の、念願の、念願の、念願でした。これを楽しみに、うなぎ屋さんに来ました。お、楽しみですね。うなぎが、うなぎも、あ、全てにおいて。そうだね、この人生
普通当たり前に生きている俺たち。いきなり深いなお前。だけどやっぱり計量をやると一つ一つにね感謝の気持ちがあってありがたみが分かりますね。深いね。ナム。いやナムはしんどるよ。ナムはいかんでしょ。ナムはだ、うん、なんだっけ。なんかあった感謝。ああそう。うなぎ屋根さんに来たんですけど、うなぎ屋さん毎回恒例の毎回恒例、ここは本当にうまいからね。うなぎマリア、マリア前も言ったかもしれないけど、東京のうなぎ、まあ俺は好みあると思うけど、うん、ここはそのスポンサーさんとか何でもなくて、僕はパリパリ派、はいはいはい、が好きで、いろいろとこう東京のうなぎ屋さんとかちょっと行ったりするんですけど、名古屋っぽいで俺の好きなうなぎです。横山先生もね、結構がっちりしてましたね。ね、こういい体してたね。いい体してたね。どうだった、こう対フェイス2フェイスやってみて。いいあの感じありました。おー、はい、さっきというかいい目もしてましたし、目いい鼻もし、いい鼻口してたんで。おお、なんかビッグバンの曲がありそうだね。目鼻口ね、気に入らないですよ。あ、そうそうそう、俺も調子いいんでね、明日本当バチバチな試合になるんじゃないかって。おー、いいっすね。楽しみっすね。せいはどう、なんかアドバイスというか。頑張ってください。ありがとうございます。いつも近くで見てるんで大丈夫です。もう全然勝てる。もちろん頑張って頑張ってどうよ、目力が強い。目力が強い。でもありがたいです。ありがたい、ありがたい。じゃあうなぎ待ってきますか。待ってきましょう。食べましょう。いただきます。まずはちょっとオープンしてもらっていいですか。オープン。誰よりも楽しみにしてる。知らねえよ。実は俺よりも。どうですか。黙々食べてますけど。やばい。半端ないぞこれ。これやばい。うわ。これいっちゃってるね。今は、これはひつまぶしだね。そう、ひつまぶし。はいはいはい。マジでうまそう。おぉ、早っ。うまい。じゃあ、食べていきましょうか。はい。うなぎも食べ終わって。ごちそうさまでした。幸せですね。最高だったね。だいぶ力がね、もうみなぎってますよ。そうだね。注射して、プラズマボックス入って、うなぎ食べて、だんだんみるみる力が湧いてきただろう。おお、調子いいじゃん。元気出てきたよ。おお、いいじゃんいいじゃん。でも帰ってからも食べるんでしょ、ご飯。いや、もちろんですよ。すごっ。はい、これから家帰ってまだ食べますよ。すごい。で、その川さん何食べるの、いつも。まあ、生姜焼き。あ、前言ってたね。生姜焼き定食と、あとお餅とか。へえ。そう、和菓子とかね。ラーメンは絶対食うなよ。ラーメン食べないよ。なんかさっき言われてたことや。小麦やっけ、小麦ダメなんだ。小麦ダメっすよ。小麦でね、脱小麦で。脱小麦頑張りましょう。はい、脱小麦でいきましょう。ほんとね、明日いよいよもう試合だけど、計量終わってこうやってね、ちょっとリフレッシュじゃないけど、リフレッシュ、まあ、みんなとこうやっているとね、うん、リフレッシュになっていいっすね。まあ明日がね本番だから集中して、はい、明日まで最高な状態でね、明日を迎えてしっかり勝ちたいと思います。まあ、俺が勝たなきゃねダメですよ。俺が勝って見せていきますよ。勝って明日はあの祝勝会というか、はい、達也会というイベントもあって、そこでファンの方もたくさん来て、みんなでおめでとうって最後笑って、ね、はい、明日は終われたらいいですね、はいはい、終わらせますよ。今日は本当ね、みんなありがとうね。せいやもありがとう。明日頑張ってください。今もじゃあなんか一言ちょっと達也に目見てさ、明日は KO するぞ。 KO するよ、うん、楽しくね。はい、まあ、今日終わったんで。ちなみにあの今日公開するんされてると思うんですけど、はい、明日の様子をまた撮影するんで、朝から忙しいですね。で、あの日曜日に公開します、今週の、はいはいはい、明日のやつは日曜日に公開します。日曜日公開ですね。今日のやつは今日ね、もう今日のやつは今日です。忙しいですね。はい、じゃあそんな感じで、はい、また明日頑張ってください。頑張ります。それではまた次回の動画で。じゃじゃん、絶対勝つ。チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう。今日もありがとう一日、明日も笑って一日。